みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。今日はね、私の愛車、第二の愛車、バイクちゃん、このバイクを洗車していきたいと思います。マジでさ、めっちゃ汚いねん。私このバイクただでお譲りいただいたんですけれども、前の持ち主さん多分これ雨ざらしやったで、カバーしてたのかしてないのかも分からへんぐらいサビサビのちょっと汚い感じなんですよ。クモの巣とかも結構あって、なので今日はこの子をできる限りピカピカに洗車していきたいと思います。この子自体も多分洗車されるのなんか何年ぶりってぐらいやと思うので、まあ、今日はね綺麗に、もうこんな暑い中水浴びしながら綺麗にしていきたいと思います。どこ撮ってるん？さっきから暑い、ほんまに暑いねん。こんな暑い日の洗車マジでちょっとテキパキやっていかな、ぶっ倒れてまうんで、さっさと洗っていきましょう。一旦全部洗い流していきます。クモの巣とかもあるから、水で洗い流せるところはドーッと水で綺麗にしちゃいます。かけたらなんとかとかなかったらすぐ行っちゃうわ。シートとかいけるやんの、やるで。みんなバイクの洗車とかどうやってやってんやろ。大丈夫やんな、ほんまに。ここにクモの巣があるんよ。このクモの巣べったりやねんな。しゃあ、いけ。クモの巣って見て、こんだけ水かけても取れへんねんな。やば、バリ強いやん。クモの巣は一旦置いといて、洗うときに全部きれいにしちゃうわ。よし、じゃあ水をかけます。オッケー。結構水かけただけでもさ、ピカ。この辺はもうピカピカや。さあ、泡を出していきます。この泡でやっていきます。まずはこの辺、バイクをさパッと見た時にどこがツルツルやったら、あ、このバイク綺麗って思うんだと思ったら、やっぱこの辺じゃない。この見る角度にもよるか、乗ろうと思ってこう見たらここがやっぱツルツルじゃないと、やっぱ全体的に旅がすごい気にする。もうシートも洗っていく。いけるやんな、大丈夫やん、濡らしたから一緒やんな。さっきシート私またがってたんですけど、普通な顔してまたがってたけど、真夏の黒はめっちゃ暑い。だけどすぐかと思った。マジで暑い。車ってさ、横のドアでもスーってこう洗えるやん、前でも、まあ、前のその何しましまんところが難しいだけで、バイクってむずいな。細かい、部品が細かいから洗うのも大変で、前から見た時ってやっぱここが綺麗じゃないとピカーンってなっとかな、綺麗ってなれへんと思うから、前も、まあ、念入りにやっぱさ、こことさ、このここ、クモの巣すごい。クモがいてないだけまだマシやな。あ、なんかついてる。キモ。あのさ、不思議とさ、このホイールっていうんかな、ここは綺麗。ホイール変えたばっかりやったのかな。車内乾いてきてる。さあ、後ろ。泥とかの汚れはないかも。でもやっぱ後ろの時にさ、泥跳ね返ってきたりせえへんのかな。泥除けはついてたとしても、バイクってほんまに乗ったことないから未知の世界すぎるわ。よし、全体的に洗ったと、はあ、熱い。さあ、全部流せたので、間違った、全部洗い終わったので流していきます。
よし。お、結構すごいすごい。どう？ピカピカじゃね？ドーナツも取れて。ドーナツ取れただけでもさ、だいぶ違うんだけど。この子が早く走る日が見たいよな。めっちゃ綺麗にしても走らんかったらすごいんやけど。さあどうだ？私の洗いっぷりどうでしょう。今からちょっと拭き取っていきます。車と同じように水跡が残らないように引き上げていきます。おお、もうすぐ乾くわ。よし、全部拭いていく。拭いていこうと思うんやけど、お日様が乾かしてくれてるわ。で、一つ疑問、この細かいところも全部拭くのむずない？バイクの洗車ってこんな大変？すっごいこうガチャガチャしてるからさ、するんじゃないもん。もうあとはちょっとある程度拭いて太陽さんに任せようかな。お日様お願いします。だってこんだけガチャガチャしてたらさ、水跡とか別にないで。わからん。え、これ洗車してみて思った。細かいところまで見たらわかる。傷すごいわ。ちっちゃい傷がめっちゃ多い。石とかもさ、ダイレクトに当たるやろし。え、すごい。しかもこれ絶対ぼかしてるわ。大丈夫？事故車？事故車じゃないことだけを願う。大体が乾いて、熱っ。あ、もう今また出ません。めっちゃ熱い。風呂はほんま大変やわ。でもバイクってやっぱ風呂多いでな。みんなどうしてる？まあもうある程度乾いたでしょう。細かく見ていってもらいたいと思います。さあどうだ、このツヤツヤな私のバイクちゃん。シートもだいぶ厚いわ。ほら横のこの感じも、ほら見て、こういうの塗ってんのかな。絶対なこかしてると思うねんな。この辺はもうね、私が拭かなくても乾きました。でほらこういうのもだいぶ目立ってきた。クモの巣ちゃんもいなくなり、やっぱサビがな目立つんです。でこの辺めっちゃクモの巣張ってたんですけど、なくなりました。この跡は何なんやろな。なんか分からへん。駅の跡がある。で、マフラーもツヤツヤです。いい感じ。じゃあ待って、パンツ映るんちゃうん？マフラー磨きすぎてパンツが映りそう。こんな感じで、よし。後ろもすごくかっこよく仕上がりました。さあ、だん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 ツヤツヤピカピカに仕上がってきてるので、次、美咲ちゃんこれしたらいいよとか、エンジンかかるにはあとこれを見た方がいいよとか、サビ取りにはこれが一番とか、エンジン交渉の時にはここを見るんやでっていう、もう無知なバイクに関して何も分かってない私にアドバイスがあれば、ぜひコメントお待ちしております。でバイク企画も楽しみにしてるよって思ってくださった方は、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。熱っ。